マテリアル。マテリアルの坂本です。ダブリのヒューラです。よろしくお願いします。この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい。ということでですね、今日は、2月17日でございます。はい。はい、真ん中来ましたけれども、なんかこの間あれか、バレンタインデーが、終わったところなんですけどね。なんかあれ？なんかあれ？あれ？なんか今年あれ？あ、まあまあいいや。まあ皆さんはどうだったんでしょうか。はい、はい。それでは今日はどんな日なんでしょうか。はい。あゆみのこの日からの日です。はい。本日は千切り大根の日です。何やそれ。どういうこと、どういうこと。日付は千切り、うんね、千切りの生産が2月に、ね、繁盛期を迎えるということと、千切りの千の字を、千の字を、はい、に、このノーとこの上で2な、2と1に見立てて、あ、この縦棒を横出したんね、はい、1ね、はい、で切る、千切りの切るの7 はいはいはい、はい、合わせて2月17日に千切り大根の日という。苦しい、俺苦しい。はいはいはい、はい、というね、はいはい、記念日になっております。なるほどなるほど、まあ、まあこの時期に干すということですよね、はい、そうですね、繁盛期を迎えているので、はいはい、まあ、日本の伝統食である千切り大根の良さを広く知ってもらうことが目的で作られたそうで、これね、実際ね、分かってることなんですけど、うん、大根をあえて千切りにして干すでしょ、うんうん、だビタミン C やったけど、ね、なんか豊富になるんですって、だから干したりとかして、より栄養価が高くなる。分かる分かる、そうそう、まあまあ、干し物って実は、干物って実はそうなんですよ、凝縮するから、そう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 、アミノ酸とかもね、すごくいい感じになるんで、干し椎茸、そう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 、干し椎茸系なんかビタミンはむしろ生より高いって言われて、ちゃんと戻したら食感もいいし出汁も出るしっていうのでね、いいことずくめなんですけどね、まあ、その千切り大根ですよね、千切り大根です、はい、もう一つ、はい、天使のささやき記念日。ん天使のささやきとは、マイナス20度以下になると空気中の水蒸気が凍ってできる、氷の結晶ダイヤモンドダストのことであります。はい、1978年の2月17日、北海道幌加内町森市で気象庁の公式記録の対象からは外れていたため非公式ではありますが、国内最低気温のマイナス 41.2 度、すごいな、を記録した日となっております。はい、なんかあれよね、もうなんかそのマイナス20度以下やったらできるっていう話ですよね。だからマイナス20度って言うと、この間紹介したの1月の声に喜びを刻めっていうね、作品のカルーセル麻紀さんが出たはった洞爺湖の時がなんと大寒波でマイナス20度やったらしいですよね。うん、だからもう麻紀さんがもうなんか80歳殺す気かって。寒いわ。ダイヤモンドダストができる。できるぐらいの寒さね、うん。でもダイヤモンドダストと言われれば、俺らの年の人はね、セイントセイヤなんですよ。セイントセイヤ。そうそうそう。氷河やった。氷河。ね、氷河君の必殺技がダイヤモンドダスト。うん、程度が知れるような気がするんですけど、はい、まあ、そういうことですよね。はい、はい、はい、てな日です。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは、このプレゼンありかなしかなんですけれども、なんとですね、まあ、先週もね、スタジオゲスト来ていただいて、はい、今週も、スタジオゲスト来ていただいてます。やったー、やった。そしてですね、なんとですね、先週と同じおっさんが来てます。はい、ということで、関西映画宣伝の松村さんです。よろしくお願いします。はい、松村さんでございます。はい、どうも。はい、はい、先週に引き続き。いやいやいや、まあ、それだけね、宣伝する映画があるということなんですけど、はい、はい、今日は、何の映画で来られたんでしょうか。はい、はい、ちょっと今回はですね、はい、先週とは打って変わって、うん、だいぶ変わりましたね、なんか。そうですね、もうモザイク取れてますから、はい、はい、神様待ってお花が咲くから、はいはい、これ実話の映画から。そうなんですよね、はい、はい、2019年の1月に小児がん、うんうん、で、わずか12歳で、そうですね、まあ、卒業式の2ヶ
ヶ月前から、はいはい、亡くなられた実在の森上翔歌さんが、はい、病床の中で、はい、こちらにもちょっと載ってますけど、はいはい、そら豆さんのピクニックっていう、はい、絵本ですね、はい、この絵本を病床で書かれて、うんはい、これを見たあの広島のプロデューサーの留蔵さんが、はいはい、ぜひ映画化したいということで、うんうんまあ、映画化された、はいまあ、全部が全部実話ではないけど、うんうんまあ、もちろんもちろんいろいろ取材して、はい、それをもとに映画化した、はい、作品です。これだからねすごいのがねキャストがね、はい、割と有名な人がすごく出ていて、そうです、脇はね、はい、もうだってお父さん役なんかもっくんやあもっくんちゃうもっくんちゃうふっくんやねふっくん、そう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 、他深川さんで、お母さんも渡辺あずささんですよね。そうです、ね、それから竹下恵子さん、そう竹下恵子さん出てきてびっくりっていうね、うんはい、だ結構脇はそれなりね多分留蔵さん の、はいそうですね、多分力で集まってという感じで、うん、そうなんですよね。だから校長先生役は高畑淳子、ね、さん、淳子さんそうですね、ですよね、はい、で一応主演は今回初めて、はいはいはいまあ、アイドルグループやられてたんですけど、うん森上翔歌役には新倉聖奈さん、はいはいはいまあ、そうです、この子ですね、はい、でこの子の友達役にここに夢の空と書いてムクちゃん、はい、っていう子が、まあ、親友役で出てくるんですけど、これ実は本人役なんですよね。そうです、実際 の、 だからこれ、まあ、話の中で出てくるんですけど、いやちょっと待って、もう話入ってもてるからちょっと待って、もう10分の中の話になってるから、もう違うんだ、そう今はそこじゃないよ、はい、まあ俺ももうちょっとでなんか自分見たやつやからさ思わず言いそうになって、ね、ちゃうプレゼンも入ってるからもう、はいはい、まあ、そういう作品を、今からプレゼンしますんで、はいはい、それでは、いきたいと思います、このプレゼン、ありかなしか、スタート、はい、笑顔は10倍、100倍の薬か、余命0年の消化と発します、いいぞ、これが病院のファンタジーじゃ、笑顔と歌とダンスで奇跡が起こる、毎日がファンタジーなんじゃ、思った通りにやってみんしゃ、たくさんの奇跡、みんなに届け、はい、ありがとうございます、はい、今日のプレゼン作品はですね、はい、神様待ってお花が咲くから、こちら、まあ、実話の映画です、はいはい、まあ、2019年先ほども言いましたけども、はい、2019年の1月に、はい、わずか12歳で小児がんで亡くなられた、はい、森上翔歌さんが書かれた絵本をもとに、はい、広島のプロデューサーの留蔵さんが、はい、映画化した作品になります、はい、まあまあこの映画自体、まあ、まあ難病もんですよね、うん、そうですね、はい、難病もんで、まあ、難病もんなんか辛いなっていう感じ、うん、まあ実際最終的には森上翔歌さんが12歳亡くなって、うん、まあ、卒業式の、はい、それもわずか2ヶ月前です、はい、で、まあ、まあその卒業式でも、うん、実際にあったある出来事があって、うん、ちょっと感動的なエピソードなんです、はい、これはまあ映画見てもらったら、はい、これも実際にその卒業式であったエピソードを映画化してるんですけど、はい、結構感動的な、はい、エピソードが出てくるんですけども、はい、この映画、まあ、こちらのね、リフレにも書いてあるんですけど、うん、いつもファンタジーじゃない、はい、そうです、これが何ていうんですか、貴重という、はい、こうでしたっけね、ねこうですこうですね、こうやるんです、こうやってこの指を相手に向けて、右手 のこの2本で V 作って でこの左手の人差し指出して相手に、これをこう相手に向けて、だから F にファンタジーじゃん、これが F に見えるからファンタジーじゃんって言うて、みんなに笑顔を振りまいてた、うん、ずっと明るいね、そうそうそう、多分この映画では描かれてないその裏の部分ではすごい辛い同居生活とかはあったんだけど、そうですよ、はい、あえてそういうところは、うん、まあ、監督の方もプロデューサーのところはあえて描かないで、
この彼女がいかに周りを明るく元気にしたか、ね、あの途中であれ多分ベトナムの看護師さんが、はいはいはい、あのベトナムの格言みたいなのを言ってますよね。笑顔というのは笑顔は薬の10倍100倍の効果があるよっていうようなことを言っている、はい、もう絶えず笑顔笑顔だからちょっとコメディタッチな感じで描かれている映画なんですけど、まあ、あのとてもなんて言うんですかね、もう今年2024年に入ってから石川県の震災や航空機事故や、はい、裏金疑惑や、ね、松本人志やなんか暗い話ばっかりでの中でなんかうつうつでこの今後どうなるんかなと思ってこの映画ちょっと私も見て、なんかねそんな汚い大人たちがなんかやってる中でこんな純粋なね女の子がわずか12歳でっていうちょっと思わずほろっとしたりする、まあ、あの、なんていうんですかね、まあ、純粋な分かりやすい、うん、まあ、感動もんのドラマですが、うん、まあまあそうですね、あの非常に分かりやすいんですけど、ただなんて言ったらいいかな、あのタッチがね、その、うん、いわゆるドキュメンタリーみたいなんでもないし、ですね、そのいわゆるその劇映画のそのなんかこうずしんとした感じでもないんですよ。あのすごいライトな感じにあえて作ってあって、ライトなのにセリフがそういうセリフやから、うん、余計におーって思ってしまうみたいなところもあるし、なんかちょっと奇妙な演出でしたね、うん、だからあのほうっていうかなんかなんかドキュメンタリータッチでもないし、うん、なんかドラマをなんかこうちゃんと重ねて作っていくっていう感じでもない、うん、ないですね、まあ、だから全部その4章と最終章と5章かな、うん、だてかなんかなってるんですけど ね、はい、あのその章ごとにその、本人の、森上翔太ちゃんかな、はい、があのドア玉でちょっとナレーションを言っていくみたいな感じに一応はなってるんですけど、うん、はい、あのただすごく見やすいし、うん、ある意味その年齢幅広く見れるように多分作られたんだと思うんですよね、まあ、内容が内容だから確実に考えてますね、うん、だからその大人向けとかその子供向けとかっていうんじゃなくて幅広い年齢層の人が見てあの理解できるような作り方をされてると思いますね、はい、だからね、こう意外にこの映画見てクッと私あの胸に来たのが、うん、家族で食事してるんで、はいはいはい、退院してくる、はいはいはい、ほんでまあなんかちょっとわーってこう、うん、ケーキを食べるのにちょっと兄弟喧嘩っていうかなんかこう、うん、翔太ちゃんが大暴れするんですよ、はい、ケーキをなんか投げつけたりして、はい、でその時にお母さんが怒るんですよ、うん、怒る、うん、でその時にあのお母さんがなんか怒っちゃってごめんねって言った時に翔太、うん、ちゃんがなんか怒られて嬉しかったと、そうそうそう、両親も9歳から入院してるから、うん、怒られることがないと、うん、なんか切ないな、すごい切ないなっていうのが結構なんかさりぎなく言ってるけど、そうそうそう、すごいなんかグッと、あ、そうなんやな、あ、確かにね、入院してなったらもう、もうそんな怒られることないじゃないですか、うん、何やったって、それがなんかちゃんとお母さんが怒ってくれたっていうのを喜んでるとか、で途中まあいじめっていうかまあちょっと優等生の子らにちょっとあの嫌がらせみたいなされたら、うわ、これがいじめじゃとそうそう、あのね、いじめられながらね、あの笑顔なの、笑顔な新鮮なんでしょうね、そうそうそう、されたことないことやられて、これかって感じで喜んでるのよ、ね、もうあのずっと自分はもう余命ゼロ年って言ってるから、もういつ死んでもおかしくないと思いながら頑張ってきてるんで、なんかいろんなことの経験がね、すごいなんか笑顔で受け入れるっていうところがあって、うん、であのこれね、あのあれなんですよね、その彼女のキャラクターを、うん、あの最初に作ってるのがあの昭和セリフなの、うん、で何でかというと、あの癌で闘病してるお仲間で、うん、まあ、もうお年寄りの人がいて、源、はい、さんっていうおじいちゃんがいて、はい、まあ、曽我根屋、何さんやってるか、曽我根屋さんがやってるんですよ、あ、これですね、曽我根屋勘太郎さん、ね、あ、そう、曽我根屋勘太郎さんがねやってらっしゃるんですけど、うん、で おじいちゃんの源さんがあのもう大親友なので、この源さんが大好きな寅さんを一緒に見てるから、寅、うん、さんの真似をする「姓は森上生翔太と申します」って、
なんかそんなことを言ってね、3分前あの笑かすんですよ。あ、3分も言ってる、はい、だからそういうそのなんか昭和なセリフをどうやって喋るかみたいなところをすごい一生懸命探しながらみんなを笑わせていく、うんうん、そういうあの作りをしていて、はい、まあ、とてもなんか爽やかね、うんうん、でまあなんだけれどもやっぱり実際にはその薬も、うん、なんで退院したかというともう薬効かないから治療ができないから、うん、もう好きにさせてやってくれと、だから全部 やりたいということは全部やらせてあげてくださいというのがあのお医者さんからの指示なので、うん、うん、だから多分6月ぐらいに退院して、うん、もうあと2ヶ月って言われて退院したんですよね。まあまあそこからはちょっとね、そこからはまあまあ明るく元気に、まあね、生命力もあるでしょうけど、まあ、1月までになって、まあ、卒業式迎えられなかったのはすごい残念ですけど、ね、そういう意味である意味ラストはちょっと悲しいけども、まあ、なんか元気をもらえる、そうですね、なんか自分ね、なんかね、あの下向いてちゃいけないなって思わせてくれる作品なので、あのぜひそのまあ命の大切さということも含めて見ていただきたいなっていうふうに思いますね。はい、なんか前向いてね、うん、暗い時代やけど前向いて生きていきたいなと、はい、もうまさにファンタジーまあまあね、最後にもう時間もないんで、はいはい、あの2月17日の土曜日からシアターセブンで公開されますけど、はい、公開の初日には、はい、一応富蔵さん、おプロデューサーと主演の新倉聖奈さん、はいはい、森上翔太さん、はいはい、もうこれ映画初主演です。で映画の中でも親友で、親友だった、はいはい、その実際の森上さんに夢叶えてねって言われて、あのオーディション受かっちゃった、オーディション受かって今アイドルやってるやってるムクさんも舞台に来るんだ、あらら、お、だからそれがすごいですね、映画、うんうん、まあ、多分映画の方が実際でも亡くなる、うん、ね、そう夢叶えてねって言うて、はい、あのアイドル歌手になるって言うて、まあ、この映画の親友役演じてるんだけど、うんうん、実際もこの映画その役を演じて、うん、今は事務所に所属してアイドルやってる、すごい、だから夢叶ってるんですよ、うん、だ自分の親友にね、うん、本田美奈子になってますから、ね、そうマリリンですから、ね、そうまあそんな感じでございますので、はい、ぜひともシアターセブンの方に、はい、この映画、神様待ってお花が咲くから、はい、ぜひ、はい、見に来てください、はい、はい、お待ちしております、時間終わりました、はい、ありがとうございました、はい、あ、バラの話ができた、そう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 、なんでお花が咲くからかっていうと、奇跡のバラっていうのがね、それを自分の家の庭で育ててるって話があった、ちょっとそこまで行きませんでした、はい、まあ、それはまああの映画見てもらったら、ね、分かりますから、そんな一から全部説明する必要ファンタジーこれで、いや結構広島弁懐かしかった、あ、親父が広島弁、あ、そうなんですね、はいはい、そうそう、広島弁全編で使われてるんですから、はい、まあまあとりあえずね、この作品は 僕も本当にね、あのたくさんの人に見てみてほしいなと思うし、なんかね、ちょっと暗くなってるな、なんか自分がちょっとうつうつとしてるなと思う人はこれ見ていただくと、なんかちょっと清々しい気持ちになるかもしれないですね、それは確かに、なんかね、後ろ向きになってる場合じゃないなっていうふうに思わせてくれる作品だと思うので、そういう方にもぜひね、はい、大阪ではシアターセブンでやっておりますので17日からぜひご覧ください、はい、では、いきますか、先週はね、はい、あの丸だったのね、丸だった、丸だった、バツがなんかあのモザイクがいいとか言われたんで出血大サービスですよ、もう、はい、あのちゃんとモザイク処理して声まで書いておきました、これはモザイク、ちょっと映画的にこれはモザイク、いやちょっとそういうことはなしで、もうここはもういかがあのスクラッチでいきますから、はい、いきますよ、はい、それでは参ります、このプレゼンありかなしか判定、はい、丸出ました、花丸出ました、はい、ファンタジー、ファンタジー
そうそう。はい、ということですね。はい、ファンタジーが起こったというところで、まあぜひあの何ですか、プロデューサーと、はい、主演 と, 主演とその親友役で本当の親友のムクちゃんが来られるということですので、はい、ぜひシアターセブンに会いに行ってあげてほしいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日は映画神様待って、お花が咲くから、を、プレゼンしに松村さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、次あゆみ。はい、私の情報です。本日ですね、17日、大橋貴之監督の遠い雷鳴を上映しております。ぜひぜひお越しくださいませ。じゃあ19日まで、月曜日、19日の月曜日まで上映しております。はい、お時間の方が、今日が12時の回と15時30分の回と、はい、2回ございます。はい、ぜひお越しくださいませ。料金の方が1500円プラスワンオーダー制となっております。はい、まあね、あのたっぷり2時間半たっぷりあるんですけど、はい、たっぷり楽しめる作品になっています。はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、そしてですね、2月の21、22とマテリアル演劇シアターがございます。はい、今回の劇団さんは演劇派カラーズの作品を上映いたします。フーと、ミラージュ、蝶が舞うの2作品を1日ずつ上映させていただきます。お時間19時30分で料金が1000円プラスワンオーダーとなっております。ぜひお越しください。そして23日が、マンスリーの幹部の監督のカバの上映となっております。毎月第4金曜日の19時30分から料金が1500円プラスワンオーダーとなっておりますので、ぜひぜひ皆様第4金曜日はマテリアルにカバーを見に来てください。お願いいたします。はい、そして2月の24、25と月1土日ランチが開催いたしますので、はい、ぜひお越しください。お時間11時から15時の間で、限定6名様で、はい、ランチをね振る舞いますので、ぜひぜひ振る舞うっていうかね、あの食べに来てもらえます。オープンしております。振る舞いじゃないですか。オープンしておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、そしてね、ショートムービータイムこちら上がっております。24、25も、ショートムービータイムをやっておりまして、はい、まあね、ラインナップの方にたくさんありますし、そうですね、はい、ラインナップザキューっていうんですか、はいはいはい、はい、難波望監督のオトリネマ、うん、大橋貴之監督の押し入れ女の降伏、うん、と大橋貴之監督の幸せの形、はい、そして野本監督の私がパンツを上げるならと、うん、私が発芽する日本ですね、はい、そしてもう一つ野本浩二監督の初めての海と私は渦の底から、はい、実は日本ですね、はい、で日浦明弘監督の僕だけのフライミートゥーザムーン、はい、と大きな気になりたい、こちら日本です、はい、そして、日浦明弘監督のトモル、そして山田香奈監督の今夜新宿で彼女は、はい、の今8本、8枠が、はい、ショートムービータイムの方で流れておりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。はい、はい、2月3月ずっとね、また上映しておりますので、はい、空いてるところをどんどんずっと上映を何かしら上映しております、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、はい、そして3月に入りまして、うん、3月1日から4日までが野本浩二監督の透明花火が上映が決まりましたので、うんうん、ぜひぜひこちらの方もお越しください、はい、そして3月15日から18日で広山琴葉セレクションで、はい、堤幸彦監督のトゥルースと山田香菜監督の今夜新宿で彼女は2本をセットにして、セレクションという形で上映させていただきます、はいはい、そしてその中に広山琴葉さんのメッセージ、うん、VTR とか運が良ければズームをしていただこうかなっていうのも考えておりますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみにしてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、3月もやっていきますね。はい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 、はいはい、っていうような感じです。はい、はい、はい、それではいきますよ、今日のグッチョイ。今日のグッチョイは、はい、山田香菜監督の今夜新宿で彼女は、はい、をおすすめグッチョイしたいと思います。はい、はい、これあれなんですよね、だから多分僕は、どうやったっけ、中野島映画祭ですね、はいはいはい、ね、すごい良かったな、うん、はい、
新宿で元彼に電話をかけるが対応がないことにしびれを切らせた彼女は押しかける。しかしその家の鍵が変えられており中に入ることができず、どうにかして家に入ろうとする彼女は塀を乗り越え窓から中に入ることに。しかしそこには元彼の新しい彼女がいて、そうなんですよね。そうなんですよね。いやまあだからね、ここで僕初めて広山ことはという女優を知ったんですけど、まあ、演技も素晴らしいし、うん、まあ、この作品そのものもすごく面白いんですよ、うん、だからそのなんとかしてこう前へ進もうとその視点抜刀する、そのこれ九州から出てきた、女の子かな、ね、東京に出てきた女の子っていう設定なんかな、はい、うん、まあ、広山さん自身は広島なんだけど、この主人公は九州から出てきててっていうところをですね、そのすごく描いていて、あのものすごくリアルで、はいはい、めっちゃリアルです、ね、でまあそこまで普通やらんよねっていうようなこともやってんねんけど、はい、でもまあその気持ちはものすごく理解できるっていうね、うん、そう、うん、でそういうお話になっているので、まあ、見ていただくとすごく共感できる方はたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います、ね、でもうたくさんの賞を取ってる、うん、そうなんです、作品にもなりますし、映画祭嵐って呼ばれます平山琴葉さんが初めてプロデュースした作品にもなるので、一から映画を作って、で山田佳奈監督を口説いたそうなんですよ、一緒に作品を作りたいからって言って、で出会った時に作品を見たかな、舞台を見られてて、そこで一緒に作りませんかって口説いたっていうのを聞いたりとかして、はい、だからすごく2人のこのね、山田佳奈監督と平山琴葉さんの熱がすごいいっぱい詰まった素敵な作品です、ね、はい、そうだと思います、はいはい、なっておりますので、ぜひぜひ皆様、ショートムービータイムで上映しておりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、はいはい、ということでございます。こんな感じかな、うん、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということでエンディングでございます。はい、お疲れ様でした。はい、はい、まあまあ、あの 2週連続で来てもらいましたけど、久しぶりのスタジオはどうですか。いや、先週あのモザイクとあの声が面倒くさかったから、もう演技は出てもらわんかったんですけど、はいはい、ね、まあまあ、うん、まあ、先週はまだ別の人ファンタジー、選手がファンタジーやな、はいはい、そうですね、まああの、このね、あのこの作品は本当にね、あの、まあ、主人公の子がすごい可愛らしいんですよ。で元気があって、だからそのバックにその小児がんっていうものを抱えてるっていうことがあるから、みんな見てる方はあのどう泣かされんねやろみたいな感じで見てるんですけど、もうそんなことお構いなしで暴れ回ってるんで、その可愛らしさ、その元気さがこの後半にものすごく効いてくるんで、あの、まあ、その辺しっかり見ていただくといいんじゃないかなと思いますし、さっき言ったみたいにあのちょっと今元気ないかなと思う子はこの映画見たらなんかパーンって顔張られてるじゃないですか。すごくいいと思います、はい、ぜひ見に行っていただきたいなっていう話ですよね、はい、はい、ということでまたもう一発入れときましたっていう感じで、はい、今日はこんな感じですかね、はい、まあ、あのまだね、2月半ばなんですけど、もうあとだからちょうど1ヶ月ちょいで終わりなんですよ。であの3月がね、5週あるんですよ、土曜日、はい、5週あるんですよ。だから、今日の入れてもう今日時間でしょ。でだからあと6回あるんですよ。はい、ということですので、もうちょっとで終わりなんですけど、いろいろと仕込んでますんで、ぜひ楽しんでいただければなと思っております。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい。